私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。キング&プリンス永瀬角、なにわ男子西畑大荒れとのある共通点に、完全に恥ずかしい。キンプリ永瀬角がパーソナリティを務めるラジオ番組、キング&プリンス永瀬角のレイディー黄金伝。10月13日の放送回では、なにわ男子西畑大荒れとのエピソードや、9月25日に最終回を迎えた永瀬主演のドラマ、新信長後期からクラスメイトは戦国武将から、で共演した俳優柄本明からかけられた言葉を明かす場面があった。9月22日放送の、キング&プリンス永瀬角のレイディー黄金伝には西畑をゲストに迎え、会話に花を咲かせた二人。収録後、ちょっとこの後、ご飯でもどう?という流れになったものの別の仕事の予定が入っていたため行けず後日ようやく実現した。そう、柄本に褒められたのがめちゃめちゃ嬉しかった。そうで、永瀬は柄本明さんってそういうこと、普段おっしゃらないタイプの方みたいで、よかったやん、信長くん。ってプロデューサーの方から言ってくださって、俺もすごい嬉しかった、としみじみ語った。なお、永瀬はデビュー前のジャニーズ JR 時代に、キスマイフトに玉森裕太が主演を務めたドラマ、信長のシェフ、で、後に織田信長の家臣になる森蘭丸を演じていており、森蘭丸、信長のシェフ時代からしたらね、だいぶ成長しましたよ、と感慨深げ。他にも、クラスメイトみんなで炭鉱節を歌うシーンをめちゃめちゃ面白かった。クラスでラストシーンみたいな戦い前の。あそこは青春って感じがして、と解雇していた。この放送にネット上では柄本明さんに褒めてもらえてよかったねー。めったに褒めない柄本明さんに演技を褒められた蓮くん。もう嬉しすぎるよから俳優永瀬角すごい。などの声が集まっていた。その後、永瀬の自宅に西畑を招いたようで、家帰ってきて手洗った後、ベッドルームのクローゼットの方に行って、含みながら、どれにしようかな、とか言い出して、おもむろにね、マジで、ショッピングするかのようにすごい一つずつ丁寧に見て、と、西畑の珍行動を暴露。一方の永瀬は、服をあげるとは一言も言ってないのに、と言いつつ、最近買ったブランドの T シャツやパーカーをあげようかな?と考えていたという。すると、永瀬があげようとした T シャツを見た西畑が、あれ?と言い出し羽織っていた上着を脱ぐと同じブランドの T シャツが出現。これには永瀬も、どっちが真似したんや?と驚いた。そう。話を聞けば聞くほど西畑も同じブランドの洋服をたくさん持っていることが判明し、西畑との共通点になんかすげえ恥ずかしいなと思って、恐ろっちで、と振り返っていた。その後、新信長伊佐沖の最終回の話題に、最終回では永瀬演じる主人公の織田信長が理事長役の柄本明に道を開けろ。我が名は覇王、織田信長。と短歌を切る場面があったが、このシーンを撮り終えた後、柄本明さんが帰りがけに俺の方に寄ってきて、あそこ良かったね、ってわざわざ言ってくださってから帰りはった、と介護。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。